ここはトラスです、社長。PC2 番地アトラス、ルネッサンスボイジャー108億目。ヨシベイさん、黒金さんいらっしゃい。和骨です。スーナーさんいらっしゃい。はい、来ました。今日は BGM2 でいきますかね。はい、4個目さんいらっしゃい。一番うざいねー。スーナさんありがとうございます。6個目さん、7個目さんいらっしゃい。 BGM は2にしましょう。9個目さんいらっしゃい。バーストさんいらっしゃい。はい、80万人っていうのね、結構止まってますよ。ちょっと見えない。ペドロロスも超えました。今どこにあってんの。大豆クルクッド、クルッドはいい。あー、でもクルッドすごい。スーナさん、チャコジさん、おじさん、ありがとうございます。これ知らないよ。取りこぼすからね、これね。13、14、15、16ですね。シャトルさんですよ。だから今回はどうしようかな。昼からやらないと百物語完走できないんでね。昼間階段地獄になるのかな。昼間から夜まで。なんか始め。よし。そうですね。アマニ油、速乾性の油、印刷や建材に使用する産物としての価値は低い。いや、アマニ油って食べるんじゃなかったっけ。食べるというのは飲んだりできる、ドレッシングでかけたりできるんじゃなかったっけ。鈴、柔らかい一般的な金属、産物的な価値かなり高い。お、高いけど大豆か。21個目だね。なんか高いもの同士か。オパールがあるね。オパールと、ずっとオパールやるか。アマビーバー。あ、天の毛皮もあるね。天の毛皮と、いきますか、あっちに。天の毛皮と、ちょっとまあ召喚もセーブしてからしましょうか。一旦セーブして、あ、帰ってからしよう。はい、ちょうど帰った。
まいいよ。はい、オッケー。あとどこ？一旦セーブして。お、プリンツアラビク。あ、いいじゃない。プリンツアラビク。先にプリンツアラビク。プリンツアラビック赤戸大門先生。プリンツアラビック大きな大きいけど、プリンツアラビック来ちゃった。アラビクに眠ってる。お、これ？お、もう出ない。これが石板の一つ？どうだろう？あ、違う。もう出がしないさんに来たの敵。やったぜ。ありがとうございます。モーデはコミケなどのイベントでよく起きます。モーデ、コミケのイベントである。これがそうだっけ？モーデ、人が現実して。アークの中身だっけね。アークの中身がモーデ。安定のガラベルレドンだ。燃え気よなに、これで天の毛はに。和骨です、遅刻です、処分。はい、三年目組ドンパチ先生大社モーデの敵をね見てきました。ちょっと今貿易を新しいのに入れたんで、もう儲かったら解決します。ヴィーナスの誕生の稼働フィギュアが出るってのなんか今思い出した。ヴィーナスの誕生の誕生でデビューなんですか。アテナラード。まあ784だったらいいですかね。うん。10とかじゃないんでね。そこそこなんで、まあ。こんばんは、ワクモツです。早検査にて。あれが誕生ですか。もう一個上のなんだっけ、上のやつとはどうなの。もう一個アドビーが、あ、兄貴にもいましたよね。兄貴にもこれ上のやつなんだっけ。上も確か価値が高いやつやな。これだっけ？あれ？ 383 枚？これじゃなかったよ。あ、これ、かぶってるわ。ダメだ。もうしてたわ。リムエスレンと。かぶってた。あ、かぶってた、ダメだね。
いや、手抜けば私よ。かぶってたら、あれがなくなっちゃうよ。やもめぬ牛の仲間、長い毛皮を持つ知能の方が四季を悟る姿を消す、まあ、大体動物はね四季を悟るといなくなるって言いますけどね。プリンツアラビック、危ない、待てない。顔に決めたい。顔に決めたい。はい、確実に埋めた。たら巻いて、スレスレを、スレスレを通って、
あとはもうこっちに召喚を移したらね、いいですかね。シベリア大陸も制覇しました。シベリア超特急。病気始まった？よし。よし、OK。なんか部下がなんか、さあ一周しましたね。ようやく一周した。じゃあ、移動しましょう。こっちに。召喚立ててダブリン、競争の習慣を持ち、高地で飲んでいたもん。ウッチェーロ人発見。水野春夫さんがあるようです。水野春夫さん、シベリア超特急。水野春夫さんのライフワーク、シベリア超特急ね。昔ファミゲーでもシベリア超特急やってたのに、最近はもうやらないね。さあ、いよいよここからね、西の方に行きますか。さあ、まずはここを消して、こう行きますか。こうね、どうなりますかね。
です。猫じゃらしさんにしガレス C 型がありますね。3席になった。はい、乗組員全員反発は恐ろしすぎる。あまり人望がないのかな。お金をどんどん増えていったね。乗り組員死んでしまえば普通だよな。妙な宗教が始まってる。お、来ましたね。はい、でかくなりましたよ。新たな大陸発見。ここに行きますか。からね、献身民ガム。献身民ガムに行ってらっしゃい。献身民ガムに行ってらっしゃい。ここは愛心。ここは調べてなかった。おお、象牙の仏像。言うてらんぼない。象牙を緻密に削って作られた仏像。こんにちは、黄金の国。ジパングは見つかりましたか。ジパングはね、黄金の国にはなかったけどね。献身民ガム来ました。どこだっけ献身民ガム。面か価値ほとんどない。お、目のうの指は真っ赤な目の方だった。美しい腕は散歩的価値かなり高いって。これはいいですね。
おお、カカンフ。イエス、オッケー。火に耐えることができるか。変身ビンダムからいきましょう。防火服かな。ちょっとここがあれだね。パチパチパチを。あれです。広がるだろうからね。こんなもんでいいでしょう。また穴が開かないようにしないとね、ここはね。ゲイ。早くもね、あと2つだよね。あと2つあればいいんだけど。防御する暇を選んでます。選んでますよ。開いてなかったら、ね、あれ穴じゃないよ。ちょっと待った。あそこは何？山だよね。あ、クマがある。子持ちクマ、大型の哺乳類、鋭い爪を持つ。日中は寝たり跳ねたりして暮らし、群れで集落などを襲うことがある。あー、ザンバスカルちょっと見てよ。ザンバスカル何だったの？サンマリノ。あー、香辛料とピメントだね。ザンバスカル。じゃあちょっと解決しとかないと。ザンバスカル光り切れた。ザンバスカル、売却。おつでした。おっと、もう終わりだ。はい、ご視聴ありがとうございました。金魚は莫大な利益もたらすからすごい。 P シェニバンジアトラスルネッサンスボイジャーは金魚で毎日やってます。あ、結構儲け出してまいりましたね。また新しいの見つけないといけない。ありがとうでした。おつです。この後はプライベートアイドル。おつです。はい、おつでした。明日からはちょっとね、アメリカ大陸の方をじわじわと広げていかないと。はい、おでした。